ダバンテ・アダムスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、レッドウッドシティ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のグリーンベイパッカーズに所属している。ポジションは、ワイドレシーバー。パロアルト高校時代は、ワイドレシーバーとコーナーバックとしてプレーした。また、バスケットボール選手としてもプレーした。フレズノ州立大学、カリフォルニア大学、ハワイ大学。 サンディエゴ州立大学からのリクルーティングをされた。彼はフレーズの州立大学に進学した。2011年はレッドシャツとして過ごした。2012年に102レシーブで1312ヤードを獲得14タッチダウンを上げた。この記録はマウンテンウエストカンファレンスのその年のトップの成績であった。南メソジスト大学とのハワイボールでは13回の レシーブで144ヤードを獲得、1トッチダウンを上げた。2013年は全米トップの131レシーブで1719ヤードを獲得、24トッチダウンを上げた。この年彼は AP 通信のオールアメリカンセカンドチームに選ばれた。同年12月27日、2014年の NFL ドラフトにアーリーエントリーすることを発表した。 大学での通算成績2018年のワシントンフットボールチーム戦でのアダムス2014年の NFL ドラフト二巡全体53位でグリーンベイパッカーズに指名された。その年のドラフトでワイドレシーバーとしては9人目の指名であった。同年6月12日、パッカーズと契約を結んだ。1年目の2014年は第 4WR としてデビューした。 その後第 3WR に昇格、10月2日のミネソタバイキングス戦でプロ初タッチダウンを挙げた。11月30日のニューイングランドペイトリオッツ戦で6回のレシーブで121ヤードを獲得、これが100ヤード以上獲得した初の試合となった。この年、ジョーディ・ネルソン、ランドールコブに次ぐ446ヤードを獲得、3タッチダウンを挙げた。 2015年1月11日のダラスカウボーイズとのプレイオフでは46ヤードのタッチダウンレシーブを含む117ヤードを獲得。この数字はプレイオフでの新人 WR の新記録となった。シアトルシーホークスとの NFC チャンピオンシップゲームでは1回のレシーブで7ヤードの獲得にとどまった。2015年は足首の負傷により第2週より3試合欠場した。 また膝の負傷でプレーオフを欠場した。この年チーム4位の50回のレシーブで483ヤードを獲得1タッチダウンを上げた。2016年は最初の6試合で5タッチダウンを上げた。この年彼は75回のレシーブでチーム2位の997ヤードを獲得12タッチダウンを上げた。ニューヨークジャイアンツとのワイルドカードプレーオフでは チームのプレイオフ記録となる127ヤードを獲得、勝利に貢献した。アトランタ・ファルコンズとの NFC チャンピオンシップゲームでもタッチダウンを挙げたが、チームは敗れた。2017年シーズン開幕前にジョーディ・ネルソンが退団した。第4週のシカゴ・ベアーズ戦でダニー・トレバさんによるヘルメット同士がぶつかるタックルで重傷を負い、救急車で病院に運ばれた。 第5週のダラスカウボーイズ戦では7回のレシーブで66ヤードを獲得、残り11秒の決勝タッチダウンを含むにタッチダウンを上げた。第6週のミネソタバイキングス戦でエース q b のアーロン・ロジャースが鎖骨を骨折した以上、経験不足のブレッド・ハンドリーが先発 q b に昇格した。続く3試合は平均5回のレシーブで40ヤードの獲得にどまったが、 第10周のシカゴベアーズ戦では5回のレシーブで90ヤード、第11周のボルチモア・レイブンズ戦では8回のレシーブで126ヤードを上げて勝利に貢献した。第14周終了時点ではリーグ2位の9タッチダウンレシーブを上げていた。第15周のカロライナ・パンサーズ戦でトーマス・デイビスのヘルメット同士が接触するヒットを受けて脳震盪となった。 レギュラーシーズン最後の2試合を欠場。この年14試合の出場でチームトップの74回のレシーブで885ヤードを獲得10タッチダウンを挙げた。NFL トップ100プレイヤーズオブ2018の45位に評価された。2017年12月29日に4年5800万ドルの契約延長を果たした。2018年アーロン・ロジャースが怪我から復帰。 アダムスも開幕から3試合連続でタッチダウンを上げた。第5週のデトロイトライオンズ戦では9回のレシーブで140ヤードを獲得1タッチダウンを上げた。第6週のサンフランシスコフォーティナイナーズとのマンデーナイトフットボールでは10回のレシーブで132ヤードを獲得2タッチダウンを上げた。第7週のロサンゼルスラムズ戦でも133ヤードを獲得 3試合連続で100ヤード以上を獲得した。第11週のシアトルシーホークス戦では10回のレシーブで自己ベストの166ヤードを獲得した。この年111回のレシーブで1386ヤードを獲得した。2019年のワシントンフットボールチーム戦でのアダムス2019年第4週のフィラデルフィアイーグルス戦で 自己ベストの180ヤードを獲得したが負傷。その後4試合を欠場した。第9週のロサンゼルスチャージャーズ戦で復帰した。第12週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦でシーズン最初のタッチダウンを上げた。シアトルシーホークスとのディビジョナルプレイオフでチームのプレイオフ記録を更新する160ヤードを獲得にタッチダウンを上げ、勝利に貢献した。 サンフランシスコフォーナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームでも9回のレシーブで138ヤードを獲得したが20から37でチームは敗れた2020年ミネソタバイキングスとの開幕戦で14回のレシーブで156ヤードを獲得にタッチダウンを上げた第7週のヒューストンテキサンズ戦で13回のレシーブで196ヤードを 獲得2タッチダウンを挙げた。第9週のサンフランシスコフォーナイナーズとのサーズデイナイトフットボールでは15回のレシーブで173ヤードを獲得1タッチダウンを挙げた。第12週のシカゴベアーズ戦で通算500レシーブを記録、パッカーズの選手としては5人目の記録であった。第13週のフィラデルフィアイーグルス戦ではアーロン・ロジャースの400本目のタッチダウンパスを 補給した。第16週のテネシータイタンズ戦で、アーロン・ロジャースからのパスレシーブが492回目となり、チーム記録を更新した。この年115回のレシーブで1374ヤードを獲得、18タッチダウンを上げた。18タッチダウンレシーブはこの年のリーグトップの成績で2007年のランディモス以来の記録であった。 18タッチダウンは1994年にスターリング・シャープが作ったチーム記録体であり、115回のレシーブはシャープが1993年に作った記録を上回るチーム新記録であった。2021年1月8日、オールプルファーストチームに選ばれた。レギュラーシーズン・ポストシーズン。ありがとうございます。